い、釣り子 TV です。亀山ダムに行ってきまして、これで狙い通りの魚を釣り上げることができたんですけども、見事に撮影に失敗しておりました。で、先ほどですね、帰ってきてですね、こうやって釣れたんだ、ああやって釣れたんだ、なんて流暢に語ってまして、で、あとはですね、実調のところの動画とつなげて、語ろうと思っていたんですけども、肝心の魚をかけてから釣り上げるまでの一部始終が全く取れてませんでした。まずはですね、釣り上げた後のこうやって釣った、ああやって釣ったなんていうところは取れていたんで、そちらを見ていただいてから、その後に、これを片手にですね、まあよく語ってますんで、今日はですね、撮影失敗した、だけどもまあまあいい魚釣れたから、まあぜひ見てもらいたいなという、まあこういうことで釣れたんですよなんていうことをペラペラと語っている動画になりますので、まあ撮影失敗動画ということで、ご了承いただければと思います。ぜひですね、見ていただければと思いますので、はい、どうぞ。おい、ジャマギルのですね、フローティング仕様これをですね、プカーッと浮かべてたら、このでっかいバスポーって食ってる、いいとこかかってる、よいしょ、これ後で紹介します。じゃあですね、サイズの方を測っていきましたいと思います。でかいでしょ、ちょっと久しぶりに見ながら震えちゃった、はないですね、48だろ、48、うん、よし、48cm、 じゃあバケるいいんじゃないですか。じゃあ逃がします。よし、ここに浮力材を入れた、でパイプで準備したですね、ジャマロンギルフローティング仕様ってことで、ネイルシンカーを入れてちょっと待つとゆっくり沈むぐらいの、完全フローティングじゃなくてゆっくり沈むぐらいにして、で流儀の、トリプルフック、これをこんな感じでセッティングして、で一回遠くの方に行って、1回これ見てくれたんですけど、その時は無視されて、で2回目ですね、木の下でじーっとこうなんか上の方を伺ってるようになったんで、入れてふわーって動かしてたら、まさか食わねえよなと思ったら躊躇なくふわって食って、なかなかいい引きでしたよ。じゃあですね、引き続き、調子も上がってきたんで頑張っていきたいと思います。はいはい、というわけでですね、家に帰ってきました。これいやー、作った甲斐があった。結構ですね、早めに結果出てくれましたね。フローティングチューンということで、亀山ダムでですね、これで結構大きめじゃないですか、40、まあ7、8ってとこですね、50はかける感じですけども、あ、ブリブリのですね、結構もう腹もだいぶ膨らんできてたんで、産卵が終わって、ギルを食っている、個体じゃないかななんていうふうに思うんですけども、引きの方はですね、結構、抜群の引きで楽しませてくれました。ジャマギルのフローティングチューンということで、改めて作り方なんかはですね、別に動画ありますので、そちら見ていただければと思うんですけども、使ってみての感想ですね。まずこの前作った時は浮力材入れて重りは入れていなかったので、もうプカーと頭を出して浮いている状態だったんですね。で釣り場に持って行ってちょっと調整しようかなっていうことで、
腹のですね、ここにこんな感じでネイル進化、これ 2g ですかね、うん、これまあここの浮力材によっても使う重りっていうのだいぶ変わってくると思いますので、あとここの何て言うんですかね、穴埋めの仕方なんかによっても、変わると思いますので、自分はですねたまたまボックスの中に入っていたこんな感じの大きさの重り、これをですね腹にこうガイドの穴を開けて、でそこにこう入れたり出したりしてですね、もう適当ですよね、こんな感じで、で、ポチャンって浮かべてみての姿勢を見て、で泳がしております。結構ですねオリジナルの状態に比べて下に重りがついていたり上に浮力があったりっていうことで、実際の動きとしてはですねオリジナルのものに比べたらこうお尻の振りだけ強調したような動きになってましたね。で基本はですねこれでまあ激スローシンキングみたいな調整になっているので、こうゆっくりと最初浮いてるんですね。でこうジボってこうジャーク入れて水につけると、この中にこれ雑に作ってるんでちょっと穴とかも開いてたりするんですけども、この隙間に水が入り込んで、でものすごく気づくか気づかないかぐらいのゆっくりシンキングにまずなって、でそのままもっとですね水に馴染んでくると、さらにまあちょっとだけプラスして沈むのが早くなるっていう、こういった調整にしております。でこんな感じでですね、これ P ライン4号か5号で針をフリーになるように魚がかかった後ですね、これだけこうプランプランってなってよりバレづらくなるんじゃないかななんていうことで、ここにウレタンのパイプを入れて、で針を刺して固定、こういったことで使ってるんですけどね、まあこの針があるせいでまさか食いつかないだろうなって思ったんですよ。ボートの下をフラフラーって泳いでいった時にボチャンって投げたら、こう振って見たんですけども、なんだ偽物かみたいな感じでさらに遠くに行って、ただそのどこに行くのかなって行き先じーっと見てたら、その先のブッシュのところで止まったっていうことで、で入れてみたら今度はですね躊躇なくこうスーってきて、おーおー美味しそうなギルがいるなみたいな、ガバって食ってくれたんですね。で結構すっぽ抜けるかななんて思いつつも、ダメ元でですね口が開いたなっていうの見えたんで、合わせを入れたらうまいことこいつがザクッとフッキングしてくれて、あのような感じで釣ることができました。ぜひですねこの改造、結構使ってるとここの頭の穴からですね、まず浮力体っていうか脳みそがですね出てっちゃうんですよね。気がついたらなくなってるなんていうことがあって、でそれでこの前の動画で脇掛け、ここのちょっとした浮力あるなしを、利用して脇掛けにして1匹釣れましたよなんていう動画を上げたんですけども、その後持って帰ってきてこの改造をして、で今回初めて使ってみたんですけど、思いのほか簡単にできて、で思いのほか魚の反応がいいな、動画にはちょっとしなかったんですけども、35センチぐらいのとか40センチぐらいのがですね見に来て、とりあえずつまんでみるなんていうのは結構数多く見ることができたんですね。ただその時はですね、まあ魚のサイズがちっちゃいっていうのもあったんですけども、ここまで口が入っていなかったのか、全部ズルってこう抜けたり、して釣ることはできなかったんですけども、何にしてもですね、まあ使ってるうちにジャバギルちょっとずつですねくたびれてはきますんで、そういうのを大切に取っておいて、あとここのやっぱ口のコイルを入れてくれてるから、なくなんないですね、ここがちぎれないんで、結果これももう結構ボロボロになってるんですけど、ここにコイルを最初から内蔵してくれてるおかげでかなり持ちがいいんで、そんで持って帰ってきたやつは塗装なんか剥げちゃったやつもですね、まあ本物のこうギルみたいな感じに逆になってきてるんじゃないかななんて思ってるぐらいなんで、ぜひですねこの浮
ローティングチューンおすすめなんで、チャレンジしてみてはいかがでしょうかと、結構、ハイプレッシャーな亀山ダムで一匹釣ることができましたよということで、おすすめでございます。というわけでですね、本日の釣り子 TV は亀山ダムでジャバギルのフローティングチューン、これがバッチリ効いたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。